リンゴルフをご視聴の皆さん、こんにちは、はるです。これからはるちゃんには、まあ、ここはあの千葉県にございます佐原カントリークラブのアウトコースを9ホール回っていただきます。まあ、ミッションゲームといいまして、15マス60ポイント達成しますと天岐阜をプレゼントさせていただきますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速いきましょう。いっす。ミッションゲーム今どんな感じですか？さっきチェックしたボギーも、あ、ボギーもう一個ある、ボギーも、うん、じゃあどんどん行っちゃおうかなっていう感じで、はい、パー4ですね。少しこう木が高いから林間の横のプレッシャーはあるけど、まっすぐ距離はそうですよね、うん、見晴らしい、曲がらなければって感じですね。うんうんうん、これもまっすぐ行くかな。おい、あ、結構飛んだね。思ったよりあの木が手前だったんだ、ね、もうちょっと奥にあるように見えた。見えますよね、うん、あらま、林の中へレッツゴーしましたね。レッツゴーしちゃったよ。え、なんかすごい左に行ったように見えたけど、ね、けどいた。どういう錯覚か。不思議だ、まあ、消えたは消えたんですよ、この辺の木ぐらい で超えたっていう認識だったんだけど、うん、意外と飛んでなかったっていうパターンですかね。あ、でもうまくあれなのかな、傾斜があるからコロコロしたのかな。 124.5 です。残り7で打ちます。はい、パンオンしたいな見えない。あー、ちょっと右。ああ今グリップが滑っちゃった。滑った、うん、ハート道コロコロしたか。あ、ありましたよね。そう、ハート道コロコロ、なかなかなんない。お、なかなかなんないカート道コロコロ欲しい。そう、めったになんないから、そっちを狙いに。そう、めったになんないからね。で、カート道方面に消えてきましたね。ちょっとカート道コロコロならずでした。ならずでしたね。これ飛んでますあのグリーンがどうなってるか結構丘がねあれだから、うん、こっち行った方がいいのかな。見えた。いや、あんま見えなくてちょっと身長足りなかったです乗るかな。むずいな、これも。お、いいんじゃない。見えない行こう行こうすごい遠いです。あ、結構転がっちゃった ね15歩ありました、はい、長い、しかも下ってる。ああ、すごい切れる。いい感じだけど、なんかボコ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 、うん、すごい切れましたね。この距離って難しいですよね、パパ。うん、入ったり入んなかったり ね。でもなんかタレド1打だからそう、もったいないみたいな。入った、イエーイ。ナイスですよかった。ボギーですかね。ナイスボギーですあそこ打ちづらかったもんね。え、やっぱりアプローチとパターですね、スコアメイクは。うん、パーならずならずパーならずでした。なんかバーディーが出る気がしないな、今日はターンオンがね、やっぱできないと難しいですねなんかレギュラーからいつもやると残りの距離がレディースと違うじゃないですか。だからね、難しいです逆にこの距離あんま打たないみたいな感じに今日やってる感じ。あ、なるほどね。難しい。次は自分でレディースって言ってたんじゃどっちでやるって言ったのにでもレディースの方がスコアはやっぱりまとまりますよね。はるちゃん、僕気になってたことがあって、うん、結構前からフォローさせてもらってて、うん、なんかありがとうございます結構こう投稿がすごい綺麗だなって。美容系とかも上げられてるじゃないですか。なんかすごいおしゃれな投稿がすごいたくさんあるなと思ってあ、なんかインフルエンサーさんだみたいな
そんなイメージがあったんですよ。でそしたらなんかゴルフもポツポツってこう泡出してきて、えゴルフもやるのと思ってちょっとお声かけさせていただいて。あ、じゃあ結構前からですね、ゴルフあげる前からってことは。うん、うん、肌めちゃめちゃ白いですよね。ゴルフをやってるのに、だ今年の夏とかも結構入ってましたよね。今年の7月からは多くて、もう月7、8行ってて、そう、それでその白さを保ってるってすげえなって、まあ、思ってすのと、そうですね、ま、でも焼けました。いや、それ焼けてないから。焼けたんですよ、本当に。そう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 、ここの下とか白いです。普通の夏、今日もう秋じゃないですか、普通の夏とかはやっぱインナーとアームカバーとかして守ってるんですか。でもしてない、前半だけしないで写真撮って、後半写真撮った後だけ着るとかはやったりとかしてます。なるほどね、フルじゃなくてね。そうですね、最近あのベージュの、うん、肌色に分かる、肌に近いやつ、そうそうそう、もう手に入れたんで、はいはいはい、来年はそれを使おうかなって思います。あれいいよね、ゴルフはいつからやってんですか。3年前ぐらいで、コロナ最中ぐらいに。ちっちゃい時に1回だけ父から。あ、そうか、お父さん好きだった、ね、そうなんですよ、お父さん週一で、週一ゴルファーなんですけど、うんうんうん、ちっちゃい時にちっちゃいクラブ買ってもらって、1回だけ練習場で振って、うんうん、私と妹がいるんですけど、妹ハマらず1回きり2人ともハマらず1回きりっていう。あ、でもお父さん今一緒に行くんでしょ。あ、そうです、で、ね、最近初めて、ね、そう、あ、じゃあ嬉しい、教えてもらって、なんか多分喜んでます。そりゃそうだ。で、なんか妹も始めるって口で言って、7番アイアンだけなんか買ったらしくて、でも買ってたわいものの練習に行ってないらしく、ね、やってくれれば親子って。確かにね、おじいちゃんもやってるんで。あ、そうなんだ。親子3代でできるんですけどね。あ、でも3年で、いや、お父さんの指導の賜物ですよ。いい音してますもん。言ってきます。いや、ショットの球筋がすごいです。あ、もうほんとしたドローなんで。やったいや、お父さん賜物です、もう指導の賜物です。でもお父さんうまいんで、追いつくように頑張りたい。確かに本当に60後半とか70、言っても70前半とかですね、多分お父さん。やべえじゃないですか。本当にうまい。倉さんとか出てます。それはあれです、あのうまいとかじゃないです、もうそれ尊敬の域です、それ。これは旗狙っていいのかな。ちょっと見てこよう。160とかだともう危ないかもしれない。あ、でもあっちのやってドローがちゃんと出れば怪我はないか。ちょっとじゃあ左、肩よりも左にします、ちょっとだけ。なんかラフになっちゃったかな。でもあれなんか沈みましたね。うん、ラフか。結構はストイックなんだよね。自分に結構厳しいんだよね。そうですね、自分に厳しいかも。いや、なんか結構ふわふわしてる。一緒に回すこととかには全然厳しくないんですけど、なんか自分に今そう、そう、うん、なるほどね、なるほどね。これは71ヤードです。200ぐらい飛びましたかね。じゃあこれもアプローチで打ちます。70って難しい。あ、足りない。ターンが今日はできないです。何回もこの光景、ちょっとチャンスを生かせなかったですね。ねえ、本当。でも70ヤードって難しくて、確かになんか最初の72ヤードとかって言って、ね、この距離がいつも残んないんですよ。このアプローチを満振りしちゃうと90ヤードぐらい飛んじゃうんですよ。あ、アプローチで90、そうで56ピッチング3度だとどうなの。56満振りだと60ヤードしか飛ばなくて、だから70がなくて。なるほどね。ね、振り幅決めてあれですよね、多分。練習しないと。70難しいね。これはじゃあピッチングで転がしてみたいと思います。はい、
多分ちょっとフックに見える。あとちょっと。よいしょ。またボギーです。悲しい。今のはね。あとちょっとでしたね。はい。惜しいな。なんかこれ何なの？登れるんだけど。本当だ。木に見えますね一瞬。何これ。かも。木の伐採中とかなのかな、なんか。ね、登って切る。何これ。でもこの木だけ。ね。あ、でもしっかり埋まってるから。もう。なんだこれ。電柱。電。あ、でカムフラージュしてんの？でも電柱ってゴルフ場ないですよね。何なんだろうこれ。一瞬木に見えますでも。すごい。よし。パー5でーす。はい。あ、じゃあこのホールはちょっとホール紹介してもらっちゃおうかな。6番ホールのパー5で385ヤードです。レディースティーから、はい、グリーン手前にバンカーがありまして、そこはアプローチショットの時に気をつけたいと思うんですけど、うん、ティーショットの時に気をつけたいのが右に203ヤードのとこにバンカーがあるので、いつもアベレージ190から200ぐらい飛ぶので、そのバンカーを気をつけたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。よし、打ちます。全然なんか見えないです ね、 ね、下ってて。そうそうそう、なんか、まあ、とりあえず右にあるとは言えどもって感じだよね。でもそのバンカー見えないからちょっと打ちづらいですね。しかもティーショットの斜めってる右足下がりっていうのこれ。左足上がり。おお、これは捕まってるからいいんじゃないか。右にも行き過ぎずしっかり飛んでます。真ん中かな。せっかくフェアウェイなんでね、ウッド振っていきたいと思います。3番ウッド一応184ってガーミンでは出ます。でも上げてます。あー引っ掛けた。うん、まあまあ次勝負できる。バンカーには入ってないですね。もう右に出た時はドキッとしたよ。私もやばいかもって思って戻りましたね。オッケーオッケー、大丈夫だった。オッケーオッケー。クイーンって次で乗せてバーディー取りたいですね。取れるかな、どうだろう。 37.5。 なんかすごい手前ですね。ピン弾かれた。あとちょっとですよね今の。しょうがない。悲しすぎる。今日はなかなかバーディー取らせてくれないですね。うん。惜しい。惜しい。惜しい。これは入れたいですね。うん。まっすぐ入れたいと思います。強かった。さっき強っね、わかる。返しは言えないと。はい、ボギーです。今日もう何回ボギーと言ったんだろう私。これもスリーパットじゃないんですもんね。あ、そっか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 、スリーパットですもんね。なかなか印がつけれないです。悲しい。そうだね、安定すぎちゃってね、ばらけないですこれが。ミッションゲームは今何マス空いてますか？今 1,2,3,4,5 です。嘘。え、あ、ホール紹介はあるからやったから。あ、そっか、じゃあ6。あ、でもそれでもあれだね、6ですね。ちょっと追い込みかけないと。
クラブ紹介やってもらおうかな、はい、しましょうか。私のクラブは56度以外56度以外ピンですあピン56度は、これは始めるときにお父さんが買ってくれて、で一緒にピンも仕出して買いました。で、ヘッドが男性でシャフトがレディースの硬い方の A です。さすがこだわられてますねお父さんそうなんです、多分父の影響で何も知らないのに、でもそれが一番やっぱヘッド男性で、まあシャフト使えば男性でもいいんだけど女性は ね、 ねやっぱね飛ぶんだよねなんか飛べますね。そうみんな飛ぶって言ってる。そうでもう本当始めたての3年前かずっとこれこんな感じで使ってて、新しく増えたクラブがかっこいい子たちね。これがこの前お父さんがホールインワン出したのでお父さんやばいなあでも初めてだそうです。初めてホールインワン長い間やってるのに出してそれのお祝いのってくれましたでこれは自分で間の番手が欲しくて出しました、でこれもお父さんのお下がりでまたはあーそうなんだテーラーメイド、なんで男性用なんでちょっと長いのかな。長いんですよ。だから、短く持ってる。そうなん、だから何かおすすめのパターある人は教えてください今パターが欲しいですでもなんかここまで来たらさピンピンってさパターも有名だからさ、そうですね、フィッティングピンで、してみてもいいかもしれないよね。確かにっていう感じです。はい、ありがとうございます、